マラリーエカ協梁ベオグラードバール鉄道は、セルビアの首都ベオグラードとモンテネグロの主要港湾都市バールを結ぶ鉄道路線である。バール鉄道と通称される。461軽電気機関車牽引の貨物、列車付近全長 476km の単線標準機で 301km は、セルビア領内を通り平均海抜は 175m である。 山岳路線で急勾配のため、強力な電気機関車を必要とするので、当初から全線交流電化25ケーヘル50ヘルツで建設された。合計114,435メートルに及ぶ254箇所のトンネル、14,598メートルに及ぶ435箇所の橋梁が含まれる。 中でもソジナトンネルとズラティボルトンネルは、路線内では、最長トンネルである。よく知られている橋梁は、マラリーエカ橋梁で、長さは498メートル、地上高198メートルである。路線内の最高地点は、コラシンで、海抜1032メートルである。海抜40メートルのモンテネグロの首都である、ポドゴニツァエは、 比較的短い距離を25パーミルの勾配で下っていく。シュトルプツ付近で9キロメートルの短いボスニアヘルセゴビナ領区間を通過する。前線完成時はベオグラードから終着バールまでは7時間余りで到達できたが、現在では通常10時間程度を要する。軌道の安全性が確保できないためで、前線で改良計画が進められている。 戦後、社会主義経済建設のため、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国の中核プロジェクトとして、国の総力を挙げて1951年に着工された。建設の目的は、内陸の首都ベオグラードとアドリア海に面する貿易港のバール島、他国を経由せず、最短距離で結ぶ戦略的なものだった。 予定路線は道路さえまばらなディナルアルプス山脈の深い山岳地帯であり、そこを貫くため、日本の長大トンネルと世界で、未だに最も高いマラリーエカ橋梁を含む難工事に25年もの歳月を要した。完成区間と年度は以下の通りである。建設工事は1975年9月27日に終え、軌道は、 モンテネグロのコラシンの南側でつながった。しかし、本来の目的で機能したのはわずか15年間であった。1991年にユーゴスラビア社会主義連邦共和国は崩壊し、その後の1990年代は慢性的な財源不足の影響によって後輩が進み安全が確保できなくなった。 47名が死亡したビオチェでの列車脱線事故で危険性はピークに達し全線で補修が進められている。1999年にはコソボ紛争によるナトー軍の空爆対象として深刻なダメージを受けている。ボスニアヘルツェゴビナー領内は平和安定化部隊によってダメージを受けた。戦後、全線で復旧された。2006年に モンテネグロがセルビアから独立した後、セルビア、ボスニアヘルセゴビナ、モンテネグロの三国を通過する国際鉄道となっている。現在は国家の経済機能を支える貨物輸送はあまり行われなくなり、むしろ風光明媚な山岳地帯を走る観光鉄道として次第に旅行者の人気を集め始めている。ありがとうございます。